こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、今日はどんな事件について解説してくれるの？前に解説した、スーパーフリー事件を覚えているか？早稲田大学のサークルが行っていた、性的暴行事件だよね。かなり被害者が多くてひどすぎる犯行だったから覚えてるよ。印象深い事件だよな。サークルといえば他にも、京都大学のアメフト部が起こした事件も紹介してくれたよね。まだその動画を見ていない視聴者の皆さんは、ぜひ見てほしいぜ。そして今回紹介するのは、東京大学に通う学生によって作られたサークル。東京大学誕生日研究会のメンバーが起こした事件だな。また有名大学の生徒が起こしているんだね。誕生日研究会だなんて、一体何を目的としたサークルなの？表向きは大学生同士の交流を図る、インターカレッジサークルだな。インターカレッジサークル？別大学の学生と交流できるサークルのことだぜ。だがこの誕生日研究会の本性は、性行為やランチキ騒ぎをする目的で作られたんだ。大学にあっていいサークルじゃないね。何があったのか気になってきた。詳しく教えてよ。それなら今回は、東京大学誕生日研究会レイプ事件と、犯人である、松見健介、川本太一、松本幸喜、藤田智之、生島和樹について解説していくぜ。それではゆっくりしていってねー。これはいつ起きた事件なの？2016年の5月10日だな。東京大学誕生日研究会による飲み会が、池袋で開催されたんだ。そこではゲームが行われたんだが、負けた人がお酒を一気飲みする、という内容だったんだぜ。かなり危険なことをしているね。一気飲みは急性アルコール中毒で命の危険もあるから、絶対にやったらダメな行為だな。そして被害に遭った女性、A さんは酔って寝たふりをしていたんだが、その時にセクハラ行為をされたんだ。人が寝てると思ってなんてことしてるの。そのため A さんは二次会に参加せず、帰ろうとしていたんだが、犯人の一人である、松本幸喜に、お前どこ行くんだよ、と言われ、強制的に参加させられるんだぜ。本当に最低だね。二次会はどこで行われたの？犯人の一人である、川本太一の自宅マンションだな。そこで A さんはさらにお酒を飲まされ、意識朦朧な状態にされるんだ。まだ飲まされたんだ？そして服を脱がされて叩かれたり、暴行を加えられるんだぜ。カップラーメンの熱い麺を体の上に落とされたり、体にドライヤーの熱を当てられる、といった尊厳を無視したこともされているんだが、過激になりすぎるから割愛するぜ。ひどすぎる。人の心があるとは思えないよ。許されない行為だな。事件現場には何人いたの？犯人5人と A さんの他に、女性が1人だな。他にも女性がいたんだ。その人は助けようとしなかったのかな？犯人に対して、これは犯罪では？と指摘したり、A さんに、帰る？と尋ねているぜ。だがお酒に酔っていた A さんからの反応はなく、マンションから退出するんだ。そこにいたら自分が狙われると思ったのかな？そういうことだろうな。犯人たちのひどすぎる犯行を見て、逃げたことは責めれないが、警察に通報してほしかった、というのが私の本音だぜ。そんな心の余裕もなかったのかもしれないね。その後はどうなったの？A さんが大声で泣き叫んだことにより、犯人は近隣住民の通報を恐れるんだ。そして服を着ることができた A さんはマンションから逃げ出し、公衆電話で通報したんだぜ。罪悪感やかわいそうと思ったんじゃなく、通報を恐れたところに性格の悪さが出てるね。でも逃げ出せてよかった。A さんは犯人たちとどんな関係だったの？まず犯人の一人である松本幸喜と、事件の半年前くらいに知り合うんだ。そして A さんは彼に好意があり、肉体関係になった過去もあるんだが、松本に恋人ができたことから、事件があった時は友達だったようだぜ。そんな関係だったのに襲ったんだ。さらにこの松本が、事件の発端なんだ。どういうこと？ A さんについて、あいつは尻が軽いから、すぐやれる、と他の犯人に言い、今回の飲み会が発生したんだぜ。事件当日に狙われたんじゃなく、計画性があったんだね。そうなるな。ここからは犯人たちのことについて、判明していることを解説していくぜ。わかったよ。まず松本について、彼は大学院に進学しているんだ。そして高校の時からずっとハンドボール部に所属していたんだが、大学4年生の時に、怪我が原因で引退しているんだぜ。それも事件を起こした理由の一つなのかな。それはわからないが、鬱憤を払う目的があった可能性はあるな。そして松本は事件の発端だが、主犯格とされている犯人は別にいて、松見健介という男なんだ。どうして主犯格なの？率先して A さんの服を脱がせたり、暴行しているからだな。主犯ということで彼に関する情報が一番多く、詳しく紹介していくぜ。わかったよ。
まず彼の両親は教育熱心で、厳しく勉強をやらされていたんだ。そして名門高校を卒業後、1年の浪人を経て東大に進学するんだぜ。かなり勉強していたみたいなんだね。昔はどんな性格だったのかな？中高生時代の同級生が、地味でヘタレな感じ。何の印象もないくらい、目立たない存在だった、と証言しているな。だが自分より成績が悪い人間を見下し、かなり嫌われてもいたそうだぜ。中学生の頃から性格が悪かったんだね。そして勉強漬けの反動か、東大に入学した後は、勉強せずに遊びまくるようになるんだ。最初はテニスサークルに入っていたんだが、2年生の時に女性メンバーをトイレに連れ込み、性行為をしようとしたのが発覚し、サークルを辞めさせられるんだぜ。その時に逮捕されればよかったのにね。そうだったら今回の事件は起きなかったかもな。そして4年生になると、東京大学誕生日研究会を立ち上げるんだ。もっとまともな目的のサークルを作ってほしかったな。本当にな。次に紹介するのは、犯人であり事件現場であるマンションの住人、川本太一だぜ。彼は1次会の飲み会には参加していなかったんだが、2次会の場として自宅を提供し、犯行に共謀したとして逮捕されたんだ。目的がわかっていて提供したのかな？そう考えていいだろうな。そしてこの男も松見と同様に、東大に入ってから遊びまくっていたんだ。似た者同士だったんだね。他には、一回留年していることと、父親が小学校の教師だということが判明しているぜ。父親が教師だなんて意外だよ。次の犯人はどんな人なの？藤田智之という24歳の男で、東京大学大学院の工学系研究科、原子力国際を専攻していたんだ。原子力関連の学会で、賞を受賞したこともあるんだぜ。かなり優秀な学生だったんだね。この事件で経歴に泥を塗ったわけだな。最後に紹介する犯人は、生島和樹という男だぜ。彼は中学と高校時代は野球部に所属していたんだが、肩を壊して引退しているんだ。ふむふむ。そして事件を起こす少し前、考える時間の9割は無駄、というタイトルの本を出版しているんだぜ。本を出している人までもが犯人なんだ。どんな内容の本だったの？紹介文を紹介しておくか。まず、天才東大院生が教える、問題解決への最短距離が見つかる超思考法、と書かれているんだ。問題解決って、彼らが起こした問題も解決できるのかな？この本が言いたい問題は、経験がないという理由から、大きな仕事を任せてもらえない。実績が少ないために、何を言っても信用してもらえない。考えに根拠を示すことができず、説得力に欠けると言われる、といった、仕事やビジネスにおける問題のようだな。いくら仕事で信用が高くても、まずは社会的な信用を手に入れることが大事だね。彼らはどうしてこんなことをしたのかな？裁判の被告人質問で松本が、私の女性観ですが、近づいてくる女性は個人的に私を好いてくれるのではなく、下心があって近づいているのではないかと、そういう人たちに対して、苦手意識、軽蔑する気持ちがありました、と証言し、川本が、仲間の間で、女性を物、性の対象として見て、人格を蔑んでる考え方が、根本にあったと思う、と証言しているな。同じ権利がある人間だと思ってなかったんだね。許されない考え方だな。裁判はどうなったの？まずこの事件で起訴されたのは、松見健介、川本太一、松本幸喜の3人だけなんだ。全員じゃないんだ。どうして残りの2人は起訴されていないの？ A さんからの、東大を自主退学する、という条件をのみ、示談が成立したからだと言われているな。不起訴になったうちの1人が、とある議員の親戚で、圧力があったのでは？という説もあるんだが、憶測な上に深く触れるのは怖いから、議員の名前も出さないでおくぜ。私たちもまだ消えたくないもんね。それが本当なら不公平すぎるし、そうじゃないと信じたいよ。そうだな。犯人たちは反省しているの？起訴された3人は裁判で、酒で理性をなくしてしまい、女性を傷つけてしまった。大変申し訳なく、反省している、と謝罪し、起訴内容を認めているぜ。そして松見の母親が証人として出廷し、松見が謝罪の気持ちを、日記に毎日書いていることを証言したんだ。少なくとも彼だけは反省してるのかな？いや、反省していないことはわかるぜ。どうしてそう思うの？裁判後、名前を変えて働いていたんだが、彼は口癖のように周囲の人間を、頭が悪いと陰で言っていたんだ。他にも大人のお店の話題になった時、こんなところにお金出さなくても、普通に抱ける、という発言をしているんだぜ。反省してないじゃん。さらに松見が原因で会社に大きな損害を出した時、謝罪すべきではないのか？という同僚に対し、俺は醤油にいないから、お前が責任を負うべき、と開き直り、逃げているんだ。人間性が終わってるよ。他にエピソードはあるの？ SNS に、
教養のない人間が嫌い、親の顔が見てみたい、育ちが悪すぎる、といった内容を投稿していたようだな。自分がやったことを棚に上げて、そんなことを投稿してるんだ？頭の中が見てみたいぜ。裁判の話に戻るが、検察は、卑劣かつ執拗で、極めて悪質。さらに暴行自体を楽しんだと認められる。被害者は示談を拒否し続けており、処罰感情が峻烈として、厳罰を求めたんだ。逃げようとした A さんを引き止めてるし、悪質すぎるよね。弁護側はどんな主張をしているの？悪ふざけ的な暴行やいじめの側面が強いとして、情状酌量を求めているな。悪ふざけで済まされる内容じゃないし、いじめだとしても立派な犯罪だよ。裁判所はどんな判断をしたの？まず、集団による計画的犯行と指摘し、数人が全裸の被害者の体を交互に触り、周囲の者はこれを生やし立て、被害者が泣き出した後も被害者の体をもてあそび、虐げたもので、犯行の対応は執拗で卑劣、と断じたんだ。その通りだね。さらに松本について、A さんから好意を寄せられているのをいいことに誘い、盛り上げ役として執拗に酒を飲ませて、共犯者を煽った上、自ら A さんのズボンと下着を脱がすなど、重要な役割を果たしているとし、刑事責任は共犯者の中で、重いものがある、としたんだぜ。そこまで言うなら実刑判決になりそうだね。そうだとよかったんだが、更生の可能性もあるといった理由で、松本には懲役1年10ヶ月、執行猶予3年の判決が、主犯である松見には、懲役2年、執行猶予4年の判決が、現場となったマンションの住人である川本には、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決が下されたんだ。ここまでひどい犯行で執行猶予がつくんだ。納得できない気持ちはわかる。じゃあ今回は、東京大学誕生日研究会レイプ事件と、犯人たちについて解説してみたぜ。思ったより最低な事件だったよ。犯人が大した罰を受けず暮らしてると思うと、気分が悪くなってくるな。ちなみに、姫野薫子さんという人が、この事件をテーマにした小説、彼女は頭が悪いから、を出版しているんだ。興味があったら読んでみるのもいいかもしれないな。後で調べてみるよ。ということでこのチャンネルでは、世の中のヤバい人物や事件について解説していくぜ。この動画は事件、犯人の背景経緯を知り、今後、このような被害に遭わないために、役立てていただけたら幸いだぜ。最後までご視聴ありがとうございました。